白雪姫は雪のように肌の白い女の子でした。生まれて間もなくお母さんが亡くなりお父様である王様には新しい置き先が来ました。置き先は自分が世界中で一番美しいと思っていました。不思議な鏡を持っていていつもこう語りかけていました。 日本の病院には4号室という病室がないところが多い。4番目の病室は4号室ではなくて5号室になっている。4は死と同じの音を持つので避けられているのだ。病院によっては4階に病室を作らないところもあるそうだ。 日本語の文の高さの動きはアクセントとイントネーションが合わさってできている。したがって、ある文のイントネーションが具体的にどういうものかを言うには、文の高さの動きからアクセントによる高さの動きを除いて考えないといけない。つまり、イントネーションのことを知るには、アクセントの知識も必要となる。